はい、皆さんこんにちは。さあ、今回はクラウンスポーツ Z ハイブリッド1日市場ワインディング編をお届けしていきたいと思います。このクラウンスポーツのメインステージワインディング、私は一番楽しみにしておりました。前回の試乗会でやっぱりこれはねワインディング走んないとダメだなと思って今回、お借りしてきたわけなんですが、いや楽しみですね。どんな走りができるのか非常に、楽しみでございます。ただいま、上り坂をですね軽く、走っている状況なんですけれども、こちら、4WD になりますが基本 FF で走っています。 FF で走っていて、アクセルを踏みながらコーナーに入っていくとですね、後輪に駆動がかかります。5段階の、メモリがね表示されているんですけれども、ただいま1段階目ですね、一番弱い駆動力で上がっていっているといった感じです。で、今あって言ったのは何かというと、このクラウンスポーツの PDA プロアクティブドライビングアシストにはですね、この単眼カメラで先を見てですね曲がる方向に対してハンドルを切った時にスッとねそう切り込みやすくしてくれる制御が入っているんですよ。そうだから今ハンドルを切った時にですねスッとねそう軽くなったんですよね。ドライバーのハンドル操作をより快適にしてくれるっていうねそういった機能が入っております。このあたりもですねまた後ほどお届けできたらなとは思います。さあ上りもねきつくなってきております。後輪にもしっかりと駆動がかかってですね今ぐいぐい登っていってるという段階ですが、今のところ、後輪からの押し出し感っていうのはそんなに感じられないかなといったそんな印象ですね。でこの車には DRS が、備わっていて、このあたりどんな印象を感じるかチェックしていきたいと思います。それでは行きましょう。で今 PDA のブレーキ制御が入ってますね。楽しみだねこれ。おほほほほほほほ、すごいな。なるほど。おー、これはね上質だわ。めっちゃ上質。しかも安定感すっげー高いし。あー、減速帯でも乗り心地めちゃいい。あ、しっかり角取れてる。すごいすごい。21インチタイヤとは思えないですねやっぱ。おー、適度にロールはします。適度にロールはするんだけれども、すっげー安定感高い。ただやっぱりパドルが欲しいな。ここはね PHEV とそう差別化を図ったっていうことらしいんですが、パドル欲しい。これパドル欲しいよ。さあ、いや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 、じゃあ今度スポーツで行ってみよう。スポーツでさらに DRS の効きが強くなります。数字 PDA も働いてます。うわー、めっちゃ曲がる、めっちゃ曲がる。安定感すっげー高いし、これはいいわ。やっぱりねこのクラウンスポーツはこのワインディングがメインステージですよ。でシートのねホールド感もいいですね。ゆったりしているシートなんだけれども、そうちゃんとねサイドで支えてくれます。いや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 、楽しい。めっちゃ上質、上質なんだけれどもスポーツしてくれてるってそんな感じです。すごいねこれ。
なんか破綻する気配を感じさせない、そんな車ですね。でまたこっからね、ちょっとカーブがきつくなるんですけど、おお曲がる。ハンドル操作が少なくて済みますね、やっぱ。おお、すげえすげえ。ハンドル操作が少なくて済むから、ワインディングを走るとめちゃ楽です。これやっぱり DRS の効きが強いからですね、これは。でさらにホイールベースも短いし、これは素晴らしい、素晴らしいね。楽しい楽しい、うん、そんな感じです。これ納車待ちの皆様、本当これはね、期待していいと思います。いやー楽しかったな、これまで数々の車で1日以上同じ道走ってます。その中でもトップレベルに面白いです。はい、違うね。いやー、この DRS の効き強いのすごいね。クラウンクロスオーバー RS の方が接地感は強いと思います。そうね、クラウンクロスオーバー RS の方がなんか磁石がついているかのような走りができるので、やっぱね、接地感はそっちの方が強いし、そのワインディングを走った時のインパクトは、クラウンクロスオーバー RS の方が高かったとは思うけれども、このスポーツもめちゃ楽しい。めちゃ楽しいし、めちゃくちゃ安定感高いし、電サスがついていないですけれども、やっぱりこの車専用のサスペンションと柔らかめの21インチタイヤが相まって乗り心地いいし、タイヤのグリップいいしっていうところなので、やっぱりこのクラウンスポーツはワインディングをメインステージとしているなっていうね、そんな印象です。でこれからね、上りを走っていきたいと思いますので、またそちらの印象もお伝えしていきたいと思います。はい、ということで今度はですね、今下ってきた道を登っていきたいと思います。下りはめちゃくちゃ楽しかった、本当にすごかったね。いやー、このクラウンスポーツ、やっぱりワインディング走るにはもってこいの車だと思います。上りはですね、また、スポーツモード、ノーマルモードと切り替えながら行きたいと思います。まずは、ノーマルモードで、走っていきたいと思いますが、アクセルをちょっと踏んでいくと、はい、こんな感じでしっかりと加速していきますね。で、まっすぐな状態でアクセル踏んだだけだと後輪に駆動かかんなかったんですけど、このコーナーで踏んでいくと後輪にもしっかり駆動かかっていますが、そうね、やっぱり後輪からの押し出し感はそんなに感じないかなっていうところですかね。ただこういうコーナーはね、めちゃくちゃ面白いですよ。もうぐいぐい曲がるし。じゃあ今度スポーツ行きましょうか。スポーツだと DRS の強さも先ほどより強くなります。そして踏んでいくと、そうね、やっぱり後輪からの押し出し感はそんなに感じないかなっていう印象ですかね。ただ 2.5 リッターのハイブリッドなので力強さは申し分ないですね。全然力不足は感じない。でアクセルを踏んでいくと、そう、こんな感じでね、しっかりと速度が乗ってきます。今ね、後輪にもしっかりね、駆動がかかってました。
で音がなかなかいいですよね。スポーツらしい音がして、うん、この辺もねクロスオーバーの 2.5 リッターハイブリッドとはまた違う印象なんですよね。いいね。ただもうちょっとパンチあってもいいかなとは思う。うん、そうですね、もう少しパンチがあっても良い印象はありますね。うん、だからさらにパンチが欲しい方は PHEV を選んでくださいっていうことなんでしょうね。うん、そうですね、そういうことですね。まあ、PHEV もちょっと試乗できるタイミングがあったら試乗してみたいですね。なんか相当ワオな加速らしいから、そうそう、それも楽しみです。ちなみにエコだとどうなんでしょうか。エコ、はい、今エコモード、まあ、エコモードの、うん、エコモードでもしっかり踏めばちゃんと加速してくれる。ただハンドルがちょっと軽くなりますね、エコだと。もうちょっとやっぱりどっしり感が欲しいな。だからやっぱりノーマルであったり、まあ、できればスポーツで走った方が良いかなとは思います。うん、今のねコーナーのところは後輪からの押し出し感はね若干感じましたね。コーナーからの立ち上がりで踏んでいくと、おお、そうねそうね、感じやすいかもしれないな。なるほどなるほど。いやでもねこれはいいですよ。ワインディングの走りはめちゃくちゃいいね。期待以上、期待以上でしたこれは。はい、ただ 2.5 のハイブリッド力不足はないんだけれども、スポーツっていうところを考えるともうちょっとね加速にパンチがあっても良いかなとは思いましたね。そう、もう少しやっぱり加速にパンチ欲しい方は PHEV を選択するとワオな、加速を体感できると思いますので、そちらをね選択された方が良いかと思うんですが、まあ普通にワインディングを流す程度ならばハイブリッドでも全然不足はないと思います。ただ残念なのはやっぱりパドル欲しいよね。ここはねちょっと差別化しないで欲しかったなとは思います。PHEV にはねパドルつくんですけれども、ハイブリッドにはパドルがないというところで、ここもね PHEV との差別化を図っているっていうことらしいので、ここはねやっぱりちょっと差別化して欲しくなかったなと思いました。でもパドルがなくてもバインディングでの走りは最高です。すごい良かったということになります。ということで今回はワインディング編をお届けいたしました。次回は高速道路編をお届けしていきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、ということで終わったと見せかけておかわりもう一杯いきたいと思います。またちょっと高速入るのでもう一度同じ道下りますから、もう一回ちょっと楽しみたいなと思います。で先ほどは、ソーダ支援ですね、プロアクティブドライビングアシストの機能の一つ、ソーダ支援あんまりねちょっと感じられなくて、そうどういうタイミングで、入るのかなっていうところも、チェックしてみたいと思いますので、ぜひですね、ご覧いただければと思います。いやでもさっきね、下って登ってきましたけれども、やはりこの、
クラウンスポーツは走りはめちゃいいです。本当に走り良くて、ワインディングを本当に得意とする、クラウンだなというね、そんな感じがしました。この辺はね素晴らしいですよ。クロスオーバー RS のような本当になんか磁石がついてるんじゃないかって思わせるこう接地感っていうのは感じないんだけれども、このスポーツでもね非常に良い走りができたなという、そんな感じです。でまた下っていきます。下っていくので、その操舵支援なんかもちょっとね、気にしつつ走っていきたいと思います。じゃあまずノーマルモードですね。ノーマルモードだと、先ほどもお伝えしましたが、DRS の制御は、クロスオーバーよりちょっと強いっていう、そんな感じです。さあではまずこの1コーナーでございますが、そうね、この切り込んだ時だよね、こう入っていてさらに切り込んだ時の車の動きっていうのが、やっぱりね DRS 効いてるなっていう感じの動きはしますよね。で操舵支援に関してはね、そこまでまだ感じてないです。こう操舵支援が入るとスッてね軽くなるんですよね。そうスッて軽くなってまたどっしりする感じを体感できるんですよ。まあでもこれはねいいよ本当に乗り心地いいしね、いいね。じゃあスポーツは、先ほどに比べ DRS の制御が強くなります。さっきスポーツで S 字入ったから今度はノーマルで入ってみましょうか。先ほどに比べハンドルは若干軽めで、車の動きとしてはそうね、先ほどスポーツであの S 字入った時に比べると若干穏やかな感じありましたね。やっぱその辺も DRS の制御が効いているんだと思います。まあ、ただやっぱパドルは欲しいパドルは欲しい。あとは PHEV とどう違うかっていうのは体感したいですね。これは、走りはどのぐらい違うんでしょうね。楽しみですよね。ただお値段も結構ね高くなっちゃうけれども、今 PDA 入ってます、ブレーキ制御入ってます。でも操舵支援はちょっとやっぱりもうちょっと速度が乗らないとあれなんですかね。はい、下ってまいりましたけれども、いや、やっぱこの車はねワインディングでの走りはもう最高でございます。非常に満足いく走りができたかなと思いますので、いや本当ねいいねとても良いと思いました。で次回こそ、高速道路編お伝えしていきたいと思います。
まあ、高速道路編ではね、いつも通り、アダプティブクルーズコントロールの制御であったり、あとはこの 2.5 リッターハイブリッドの、加速感もちょっとねチェックしたいなとは思いますので、ぜひぜひ、ご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。